はい、というわけで今回は GU のアイテムを使って3コーデ紹介してみました。ロンティを着回しでやってみました。横の部分にスリットが入ってたりして、うん、すごいおしゃれな形なので、うん、何の合わせ方でも可愛いと思いますね。あとこの2つ以外にもあと1種類あった気がします、うん、これはインしても可愛いし、このスリットを生かしたコーデをしても可愛いと思います。リカトリコのお気に入りはこの2つ。めちゃくちゃ可愛くない？これこれ超可愛い。これはあのセットアップもあったんやけど、これジャケットだけにしました。私他にも色があったんやけど、うん、ちょっと暗めの色やったから、うん、リカたちは春に着たいなと思ったので、うん、このパステルカラーにしました。で黒とかもあったかな、うん、そうやな、うん、なんか着心地もやっぱ春向きやから軽いし、サラサラしてる、うんうん、のであの春にぴったりだと思います。映えそうじゃん。映えそう。しかもあのこれはこのジャケットとあとパンツのセットアップもあったんですけど、うん、リカたちが合わせたみたいな感じでこのGパンとこれだけ、うん、で中はさっきのロンティーとか合わせるだけでもすごい大人っぽくなると思います。でもなんかセットアップで着るのってさ、これと一緒の色味がパンツもやからリカちょっと目立っちゃうかなと思って、あんまり街では着れないのでレベルが高いよ。そうそう、やからこのGパンとかで合わすと街でも着れるし、なんか流行りに乗ってる感があると思います、うん、あとこれ M サイズ買ったんやけど、うん、あの多分 XL まであると思うんやけど、大きめに着たらあの下で足出してロングブーツとか履いても可愛いし、うん、夏の始まりとかまで着れそう。そうやな、中は半袖とかに変えてもいいし、うん、いろんな着こなしができそうな感じです。そんなにあの厚くない生地なので、うん、めちゃくちゃいいですね。これこれはゲットしておくべきだと思います、うん、はい、でこれはちょっとあの色味がさっきと似てるんやけど、セットアップのパンツではなくて、さっきのセットアップのパンツは、うん、ベルトみたいなものがあって、でもリカたちこっちのパンツの方が形の方が好きやったからこっちにしたんですけど、これもさっきと似た感じの生地でサラサラな感じ。でもなんかほんまに GU 入ったら、うん、マジで春って感じをしました。春を感じた、うん、春を感じた。なんかもうこういうパステルカラーしかなかった。確かにシースルーのシャツとか、うん、らしい色味しかなくて、うん、もう春が来てるなって感じがしましたね。春ってやっぱ可愛いなと思った、うんうん、色味がやっぱこう鮮やかになるから、うん、ファッションも楽しくなるんじゃないかなと思います。冬はさ、こうトレーナー1枚であんまり着回しが難しいけど、うん、ロンティーとかはいろんな着こなしができるので、すごい1着持ってるだけでどういう着方とかいっぱいたくさんできると思うので、うん、すごくおすすめです。はい、というわけで今回は3コーデ紹介してみました。これ以外にももっと可愛いね新作がたくさん揃ってると思うので、うん、皆さんもこの春は春らしいカラーを使っておしゃれしてみてください。それでは最後にチャンネル登録と高評価、そして SNS のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。